本拠地バンテリンドームでは初めてのスタメン、3番の鵜飼です。このバンテリンドームのすぐ近く、名古屋市内の東区出身というこの鵜飼、打っていく、ここは出せる当たり、切れます。川上さん、はい、この打った瞬間のおおというのがまさに期待感ですよね。このねピッチャーっていうのはですね、やっぱちょっと甘いストレート系を引っ張り込まれて大きい当たり打たれるっていうことがやっぱ嫌なんですよ。でそれによってその球はもう投げにくくなって、他ごとで勝負しなきゃいけないのかなっていう窮屈感が出るんですよね、はい、でその後のアウトコースの散る球とか、そういう変化球に手を出さないとバッターがどんどん有利になってきますよね。さあ、うかい西村さん、はい、中村バッティングコーチですけども、はい、まずねカウントを取りに来るストレートカット、こういったところを積極的に打ちに行ってもらいたい、で見ていたら打てないし相手の実中にはまってしまう、まずは全員で1点ですという高橋宏斗のためにというこういう中村コーチです。はい、柴田さん、ですからこの高橋宏斗のためにというところはもうチーム内で共通の大きなベクトルになってるわけですね。まあ、そうですね、やっぱり負けつけさせたくないと思うんでね、やっぱりこうね、まずは本当中村大輝コーチが言うことにね、1点取ったらねピッチャーも変わりますし、そこからねランナー出れば出るほどね、プレッシャーをかけられると思うんで、やっぱまずねドラゴンズが動くことだなと思いますけどね。はい、川上さん、だからこうやってランナーが出たこの回こそ全員前のめりでまず1点ですね。そうですよね、まず1点取るとね、横浜の投手陣も決してね右腕がいいわけじゃないですし、その分こうフェアゾーンに行けたのかなと思いますので、これでねドラゴンズがもう、ね、勢いつくと思いますんでね。